増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。皆さんおはようございます。増田俊雄でございます。ご存じの通り、このトランプ大統領は、中国を目の敵にしてですね、もうそれこそありとあらゆるそのことをして、中国を追い詰めているというか、まるで袋叩きにしているかのごときですね、行動を次から次へとですね取ってるわけですね。ご存じの通り、この間テキサスでは、そうですね、テキサス、あれはフォートワースだったですかね、の中国大使館をこの閉鎖する。そうすると中国もですね、アメリカの領事館をまた閉鎖命令を出すというようなことで、いろいろこの国交断絶になるんじゃないかと思われるほどのですね、いろんなこの制裁の応酬をしているということですね。それから中国の高めの中性脂肪気になりますか？はい、ディアナチュラゴールドに含まれる青魚成分。これはこの中国だけではなくて世界にですね、どんどんとこの広がっているこの IT 会社なんですが、これをですねアメリカで営業させないというようなですね、ことをやってみたりですね、まさに目の敵にして中国をですね、このに攻撃をかけている、敵対運動をしているということがあるわけですね。皆さん毎日、次から次へとトランプ大統領が中国に対してやること、これが報道されますから、それを見てるとですね、もうまるで、このトランプ大統領は中国にですね、何の恨みがあるか分かりませんが、まさに朝から晩までですね、中国に立てつく、あるいは中国叩きとこういうことを続けていると、こういうことなんですね。その最たるものはご存じの通り、中国からアメリカへ来るですね、アメリカにしてみるとですね、中国からアメリカに来る輸入品ですね、中国にすれば輸出品になりますが、これに制裁をかけてですねストップをかけると、これが今のところですね一番大きな経済制裁とこういうことになってますね。それからまた最近というかこのところやってるのはですね、貿易だけではなくてドルですね、今ドルは世界の通貨で、いろいろ貿易取引するときにはドルを使ってですね、売り買いをしてるわけなんですが、中国とあるいは中国との間のこの貿易取引、これにですねドルを使わさないようなですね、この措置、これを今トランプが考えてですね、今これを実行に移そうとしているわけですね。これをやられますと中国は本当に大きな打撃を受けると思うんですけども、そういうことをこう発表すると、そのためにですね、中国はもうドルを使わなくてもですね、人民元とそれぞれの取引先の通貨とのスワップっていうんですが、交換するシステムを作ったりですね、あるいは中国が独自の貿易取引におけるその通貨の送受信ですね、お金を送ったり受け取ったりする送受信、これは今 SWIFT という SWIFT というですね SWIFT という制度がありまして、これがドル専門のですね、通貨のやり取りの機関なんですね。でこれから中国および中国の関係諸国をですね、追い出すということを、トランプが今やろうとしているわけですね。そういうことが分かってますから、中国は中国なりのですね、CIP というシステムを作りましてね、
スイフトに代わる送受信のシステムなんですが、これを作ってですね、これを通して、そのお金のやり取りをするということを今盛んにですね、進めてるわけですね。それともう一つ大きいことはですね、アメリカがこの経済制裁で、貿易の自由化を否定するような行為をして関税政策で中国をこのアメリカとの貿易から追い出そうとこうしてるわけですね。でそうするとですね、中国の方もやはり生きていかなきゃいけないわけですから、貿易がダメならですね、つまり外需依存からですね、貿易に依存するってことは外需依存なんですね。これがもう依存できないということになってきたために、このところですね、急速に内需依存型にですね、中国の経済の指針を切り替えているわけですね。そういうことで、外需依存から内需依存、それから通貨もドル、に頼らず自国の人民元に頼る、あるいはユーロであるとか円であるとかドル以外の通貨との取引を増やしていくというふうにですね、今どんどん変わってきてるわけですね。でその結果どういうふうになってきたかっていうと、驚くなかれですね、中国の GDP、 アメリカが年率でこのところ 32.9% ですか、GDP がこのマイナスになったんですけども、中国はこのところへ来てですね、 GDP がプラスになってですね、このままでいくと従来の 6% に迫るのではないかというようにですね、逆にアメリカと異なってですね、中国の方は GDP がこのどんどん成長に向かっていると。でしかもですね、外需依存から内需依存に変わって、そして一帯一路といってですね、シルクロード計画っていうんですが、中国から欧州に向けて、あるいはまた中東に向けてどんどんとですね、インフラを開発していく。そしてそのインフラ開発は全てドルではなくて元をベースとした開発、あるいは借款ということをやるということで、またこれがですね、功を奏して今どんどん伸びてるんですね。だもんですから、トランプのこの中国叩きというのは逆にですね、中国にとって大変なプラスになってきたということ、これがですねはっきりと現れてきたということなんですね。そういうふうに考えてみると、トランプの後ろにはキッシンジャーがいて、キッシンジャーの指示によってトランプは中国叩きをやってるわけなんですが、でそうするとですね、やはりキッシンジャーが1972年の2月に毛沢東と周恩来と会談をした時にですね、アメリカがの派遣が終わったら次は中国だよと、その準備をしておきなさいと、アメリカの方も準備をするからと、こういう話がですね、それこそ48年前にあったわけなんですが、なんだかそれがですね今実行に移されてるんではないかというふうに考えたくなるようなことが今起こってるわけですね。もしキッシンジャーがですね、その気でやってるとするならば、トランプに中国を叩かして、そして叩かれた中国をですね、まともにして、教育でもね、立派な子供を作ろうと思って育てようと思ったら甘やかさないで、やはり厳しくしつけなきゃいけないわけですね。それと同じように今中国叩きは厳しい、その子育てだと、どんどん厳しく中国に厳しくすればするほど中国はだんだん強くなってですね、やがてアメリカに代わって世界のこの軍事経済覇権をですね担っていけるような立派な国になっていく、そんなことをですね、このキッシンジャーがトランプの後ろに隠れてトランプに支持してんじゃないかと、そう思いたくなるような現象が今起こっているということであります。ご参考までにお話をしました。一部音声が乱れました。大変失礼いたしました。